豊太郎は日本の漫画家、男性。主に鳥山明のドラゴンボール関連の作品を描いている。左利き。小学生時代に見たアニメ、ドラゴンボールが好きでこんなワクワクする絵が描いてみたいと思うようになる。学生時代はその作品のキャラクターを模写していた。ある日、鳥山明作品、ちょっとだけ帰ってきたドクタースランプの作画が中鶴勝幸だと知る。 鳥山明先生じゃない人が描いている。もしかしたら俺も将来一緒に仕事ができるかもと思い、ドラゴンボールヒーローズの自作漫画を集英者に持ち込んだのが漫画家デビューのきっかけとなった。2012年、V ジャンプにて、ドラゴンボールヒーローズビクトリーミッションで連載デビュー。現在は別作品を連載中のため同作品は連載休止となっている。2015年から、 ドラゴンボール Z 復活の F の読み切り掲載を経て、ドラゴンボールスーパーを連載中。漫画版、ドラゴンボールスーパーに関しては、鳥山明のプロットをもとに、と与太郎が話を膨らませて描いている。その際、毎回ネームを鳥山明がチェックしているとのこと。コミックスの刊末では、と与太郎の描いたネームと、鳥山明により手直しされたネームが一部掲載されている。 鳥山明と豊太郎の対談では、豊太郎さんのネームは安心して見られる。このままでも大満足だが、いろんなアングルから見る構図を対応できれば、より完璧になると鳥山明自身がアドバイスしている。2017年の対談では、以前は僕のドラゴンボールを追いかけている印象だったが、最近は作画に自分のカラーが出てきて確実に良くなっていると、 鳥山明自身が評価している。ありがとうございます。